法音楽大学音楽療法専攻教員チームリーダーの木下陽子と申します。本学の音楽療法専攻の魅力を皆様にお伝えいたします。音楽療法専攻は音楽を通して人と関わりたい人、音楽の力を用いて誰かの役に立ちたい人に最適な専攻です。音楽の使い方や対人援助の方法を専門的に学ぶことができます。音楽療法について少し詳しくご説明しますと、音楽療法学会によって音楽療法は以下のように定義されています。音楽の持つ生理的、心理的、社会的な働きを用いて心身の障害の回復、機能の維持改善、生活の質の向上、行動の変容などに向けて音楽を意図的、計画的に使用することとされています。つまり音楽療法士が音楽療法の対象となる方に音楽を用いて関わることで、その対象者の心身の健康をより良い状態へ導くことができます。その効果を高めるために音楽を意図的に使うことが重要です。音楽を意図的、計画的に提供するために音楽療法士は様々な工夫をします。音楽療法専攻ではこの部分を一人一人丁寧に指導します。次に音楽療法専攻の教育の目的についてです。音楽療法専攻では音楽療法の概論や各論など音楽療法理論についてはもちろんですが、音楽療法の対象となる人を理解する上で必要な障害学や心理学など幅広い領域の知識が求められます。そして音楽技法を柔軟に使いこなす高度な技術や優れたコミュニケーションスキルが求められます。このように音楽療法専攻では音楽を通して豊かな人間性を育み、加えて社会で生きていくのに必要とされる柔軟性を育てることを教育の目的としています。次に音楽療法専攻のカリキュラムですが、大きく分けると音楽療法の理論、音楽技法、そして実習の3つがあります。授業では音楽療法の理論と音楽技法を一人一人じっくり関わりながら教えていきます。理論は先ほどお伝えしたように音楽療法の概論や各論、障害学や心理学、医学などを音楽療法の対象者をより深く理解するために学んでいきます。音楽技法は様々な音楽療法場面を想定した伴奏法や即興演奏をマンツーマンで学ぶ機会が設けられています。またいろいろな授業で音楽を用いたコミュニケーションスキルを学ぶことで対人援助の方法も体得していくことができます。そして授業で教わった理論や技法を積み重ねた上で 3,4 年生では実際の現場に行って音楽療法の実習を行います。東邦音楽大学では医療、福祉、教育の現場において数多くの実習を経験することができます。音楽療法のメジャーな領域である児童領域、高齢者領域、精神科領域において総合的に音楽療法の実習を行うことができます。実習を行うにあたっては指導教員から一人一人指導してもらう機会があります。東邦音楽大学ならではのきめ細やかな指導は実習においても誇れるものです。次は音楽療法士の資格についてです。日本音楽療法学会認定の音楽療法士の資格を取得するための学びの方法はいくつかありますが、本学は日本音楽療法学会が推奨している認定校となっています。
つまり音楽療法士に必要で、かつ資格取得のための学びを本学の4年間で全て受けることができます。これは東邦音楽大学ならではのメリットです。このように東邦音楽大学の音楽療法専攻では、授業においても実習においても一人一人に対してきめ細やかで丁寧な指導を基本としています。そして指導教員たちは児童、高齢者、精神科で現在数多くの実践を行っている音楽療法士たちです。音楽療法という仕事は、誰かの人生に喜びをもたらすことができる、とてもやりがいのある仕事です。音楽療法専攻は、音楽で人の役に立ちたいという高校生や社会人の皆さんをお待ちしています。ご清聴ありがとうございました。